あれドリップも結構美味しかったんだけど、真空堂のこのコーヒーきっとプレスで入れてもうまいんだよね多分。やっぱプレスで入れるとうまいな。まろみが出てくるね。味にのめっこさとか丸みが出てくる。ああいいの。ペーパードリップで入れるときはなんかサラサラした感じなんですけども、なんかこうプレスで入れたらまったり感が出てくるよね。うん、うまっ。